お世話になっております、マサルです。今回は中間者攻撃について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず中間者攻撃とは何なのか概要をお話しします。その後 MITB 攻撃についてお話しして、最後に中間者攻撃と MITB 攻撃への対策についてお話しします。それでは始めていきましょう。中間者攻撃とは、攻撃者がユーザーとサーバーの間に割り込んで盗聴や改ざんを行う攻撃です。攻撃者はユーザーからすると自分がサーバーかのように振る舞って、サーバーからすると自分が正規のユーザーであるかのように振る舞います。そしてこの間で通信内容を盗聴したり改ざんしたりします。次は中間者攻撃に似た攻撃で MITB 攻撃、マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃というものがあるので、こちらも紹介します。こちらはウェブブラウザを乗っ取ることで通信内容を盗聴・改ざんする攻撃です。 MITB 攻撃はマルウェアによって感染する例が多く報告されています。 MITB 攻撃の典型的な被害事例として、オンラインバンキング利用時に通信を乗っ取るケースがあります。 PC のウェブブラウザで A 口座に1万円送金するという処理を行いました。しかしこの処理が MITB のマルウェアによって勝手に B 口座に100万円入金する、このように情報が改ざんされてしまいます。改ざんされた後のデータが銀行側のサーバーに届きます。銀行側のサーバーからすると、改ざんされた状態でデータを受信すること、さらに ID やパスワード、 IP アドレスは正規のクライアントのものです。なのでサーバー側からすると、この改ざんされたデータが不正な通信であると判断するのはとても困難です。次に中間者攻撃と MITB 攻撃への対策についてお話しします。中間者攻撃への対策は、サーバー証明書、そしてクライアント証明書を利用して認証を行い、接続先が正規の接続先であることを確認することです。そのためデジタル証明書を検証するためのルート証明書の取り扱いには十分に注意が必要です。不正なルート証明書をインストールしてしまうと、不正な接続先であっても正規の接続先であると判断してしまう危険性があります。なので中間者攻撃への対策は、デジタル証明書を利用してそれぞれを認証することですね。そして MITB 攻撃への対策は、ウェブブラウザを使ったアクセスとは別の方法でトランザクション認証を行うことが有効です。例えばウェブブラウザを操作して処理を完了する前に、ウェブブラウザとは別のスマートフォンなどにトランザクションの通知を行います。スマートフォンに届いた取引の内容を確認することで、万が一データが改ざんされていた場合に気がつくことができます。 MITB 攻撃はトランザクション認証によって取引内容を確認することで対策をすることができます。以上、今回は中間者攻撃をテーマに一緒に勉強しました。ここで少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回は中間者攻撃について一緒に勉強しました。中間者攻撃の仕組みをセキュリティの用途で利用すると、 SSL、TLS、複合機能として利用することができます。例えばファイアウォールにアンチウイルスの機能があったとしても、ユーザーとサーバー間で TLS の通信をしていれば、ファイアウォールはその通信内容を見ることができないので、アンチウイルスの機能を活用することができません。そこで SSL、TLS の複合機能を利用します。今回の動画でお伝えした中間者攻撃と同じような要領で、ユーザーとサーバーの間に入ることで、ユーザーにとってはあたかも自分がサーバーであるかのように振る舞い、サーバーにとってはあたかも自分がユーザーであるかのように振る舞います。その結果 TLS のセッションをユーザーとファイアウォール間、サーバーとファイアウォール間でそれぞれ構成することができるようになり、ファイアウォールは通信内容を複合してチェックすることができるようになります。結果、ファイアウォールのアンチウイルスの機能などを使ってより安全な通信を実現することができます。同じ技術であってもどのように使うのかが大切ということですね。それでは今回は中間者攻撃について一緒に勉強しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。